皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画は初心者がこれ引けシリーズの2本目の動画でございまして、皆様と一緒にアジアンカンフージェネレーションさんのソラニンという曲を練習させていただいております。1本目の動画ではイントロからスタートして A メロ、B メロ、そして間奏、そしてサビみたいな感じのところを練習しましたけれども、この2本目の動画はサビが終わった後の間奏の部分、そして構成の確認を皆様と一緒にさせていただければ、幸いでございます。もしよければ一緒に練習をお付き合いいただければ幸いでございます。画面ドンズバババーンと、こんな感じを手元もお見せしながらやっていこうかと思いますので、ぜひギターを手にしていただいて一緒に練習していきましょう。しかしかといってね、多分ね、この2本目の動画はね、結構シンプルだと思うんだ。多分すぐに終わると思います。そんなに感想は長くない。とりあえずさっき1本目の動画でそのサビがさ、終わったじゃないですか。で、この後にっていうフレーズがあるのよ。なんかこれだけ聞くと何のことやろうかって思うと思うんですけども、ちょっとね、このフレーズを練習した後にあの原曲を聞くと、あ、確かにあるわってなると思いますので、ちょっとチェックしていただけば幸いでございます。イヤホンで聞いてる時の右側から聞こえてくるギターのパートです。右側から聞こえてくるギターのパートを私たちは今練習しております。薬指で3弦の13フレット弾きます。で、その時人差し指で3弦の11を2回弾きます。で、中指で1弦の、あ、ごめんなさい、中指で2弦の12フレット、ここをすごく説明がしにくいんですが、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、2、3、4、ほい、こんな感じで2回弾きます。これ行きましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、サン、サン、ニー、ニー、サン、シー、オー、オー、アー、エー、サン、シー、ニー、サン、シー、オー、オー、アー、こんな感じ。で、最後の2弦の12フレットが終わったらちょっとおまけが入ります。こんな。できる限りその音を一個一個の切るんじゃなくて伸ばしていくようにすると良いかと思います。一個一個切るんじゃなくてできるだけ伸ばすように弾いていくと、中指で2弦の12フレット、そして人差し指で3弦の11フレット、そして小指で4弦の14フレット、こんな感じ。綺麗に音が鳴るように頑張って練習をしてみてください。で、これができたらその次アルペジオが始まります。ちょっとやってみます。こんなフレーズ、ワン、ツー、スリー、フォー、あー、ごめんなさい、もう一回いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、こんなん。順番に行きましょう。形を作ったら、4、3、2弦。まず順番に弾きます。4、3、2。で、引き返します。4、3、2、3。4、3、2、3。と言ったら、飛び弦します。4、2、4。4、2、4。4、3、2、3。と言ったら、4、2、4。こんな感じの順番で弾いていきます。そしてその次3、薬指で4弦の13フレットに行きまして、全く同じ手順でピッキングをします。で、また小指に戻って、同じの繰り返し、小指から4、3、2、3、4、2、4、3、タンパンコンコンカン、繰り返し、間違えた。こんな感じです。で、まあ、これはコードのアルペジオってやつでございまし
で、どの弦弾いてしまってもそんな変な響きはしないんで、ちょっとまあね、弦を間違えたとしてもあんま気にせずに、チャレンジできると良いかなという感じです。あんまり厳密にこの弦を弾かなければダメだっていうわけではないです。とりあえずコードの形ができてて、この4、3、2弦のどれかだったならば大体 OK、なんかノリでいきましょう。で、これを2回丸々弾き終わったら、今度はまた、オクターブが来ます。オクターブチャイムの時の一番最初のトスで、ね、6弦の9フレット、ここを8回いきます。8回で、その次2フレット上がって11フレットのところを8回いきます。で、また戻って8回いきます。だから888って感じですね。で、888が終わったら、オクターブチャイムの一番最初のポジションで、ジャカ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 と2小節弾きます。こんなん。通していくとすると、まず8回。1、2、3、4、5、6、7、8、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 1、2、3、4、5、
最初はミからスタートするんですけども、この7フレットの最初はミ、覚えてください、ミミで、ドレミと来てるはずなんで、その次ファがあるんですよ。ドレミと来てるんで、その次ファです。ファはね、このね、2個となるね、ここ9フレット。まあ厳密に言うと F シャープなんだけども、ちょっと字面が、音節が多いんで、F シャープ、F シャープって5文字になっちゃうんで、F って終わらせます。F。E、F。で、その次 G。この5弦の11フレットが、これが G です。G。ソ、あ、ソだ、ソ。ごめんなさい、G じゃねえ、ソ。ミ、ファ、ソ。で、その次、1個上がると、ラ。で、その次、ごめんなさい、ミ、ファ、ソと来て、ここです。13フレット。人差し指で5弦の13フレット。これが、ラ。そして隣に行くと、シ。ミ、ファ、ソ、ラ、シの音です。厳密には、ミ、ファシャープ、ソシャープ、ラシャープ、シなんだけども、シャープはちょっと省いていきます。あの、音節が多いから。ちょっくら一緒に言葉に出しながら練習してみてくださいませ。まずミー、でその次ファー、でその次ソー、でラー、シ、こんな感じです。こんなのを、5弦と3弦のオクターブだけじゃなくて、2弦と4弦、そして1弦と3弦のオクターブでもやっていくんですけれども、こんな感じで音階で、把握できているとすごく話が早くなってくるので、3本目の動画で役立つかと、思います。とりあえず今日は、2本目の動画感想のところ、さっきのオクターブのところとか、オクターブじゃないや、アルペジオのところとかを練習していただければ幸いでございます。で、3本目の動画で音名でオクターブを弾いていくので、そちらの方も参考にしていただければ幸いでございます。それでは今回の動画はかなりあっさりとしましたけども、ここで終わりにさせていただきましょう。また次の動画で一緒にギターを練習していただければ幸いです。そして最後に、私、滝沢勝成、ツイッターなどをやっております。TIKAJAWA、という名前で、TAKIJAWA、滝沢という名前でツイッターやっておりますので、もしよければフォローしてみてくださいませ。動画の感想、リクエスト、ご意見、コメントでもいいんですけれども、ツイッターでね、こうバーッとリプライいただけると僕としてはすごく、嬉しいので、お気軽にフォローの上、ぜひ、バシバシと絡んでいただければ幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、ありがとうございました。バイ、さよなら、ほほ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 ほ